これだ、本当だ、ハンジャの話だ。本当だ。はい、どうも、水口俊太です。さくらです。ナイスガイ、スカイです。東大生検証シリーズ、東大生なら30分で漢検一級受かるのか。イエーイ。はい、ということでね、まあ普通に受けても受かるの相当難しいと思うのですが、うん、今回は実際に出題された過去1回分の漢字検定1級の問題を用意いたしましたので、そちらを暗記していただこうと思います。なるほど。30分で〇〇暗記ってことですね。はいはいはい。もう何が出るか分かってるんだ。そうです。勉強じゃねえ。まあそうですね、出題範囲が分かってて、こっから出るよって言われてるテストみたいなもんですね。はいはいはい、はいはい、今回ね、採点渡ししますので、はい、めちゃめちゃ厳しくいきますからね。あ、そっか、そうだね。褒め、はね、払い。そこまで褒め、はね、払いはいいだろう。判定はでもね、褒め、はね、払い大事ですから。そうなの、うん、結構厳しいですからね。そうそうそう。ここが、あの、本当に突き抜けてるから、バッツみたいなのが。あー、結構厳しくいきますね。小学生の時それで満点逃してすげえ憤りを感じた。ちなみに合格点は200点中160点ですので、今回もね、それに準拠していただきたいと思います。8割か、はい、余裕よ。俺は9割の男よ。どういう根拠だ。過去漢検3級を受けた時のというかさ、漢検1級ってさ、合格率 9% とかやる。そうだね。うん、そうですね。どうしたら感じてる。まず知らない漢字がめちゃくちゃあるんだから。はいはいはい。で、本来の一級はだから6千字だっけ。まあ、そうですね、漢検一級は最初の漢字6千字ですね。ということでね、早速じゃあ暗記していきましょうか。はいはい、はい、それではよーいスタート。読みだけでも覚えようと思ったけど不可能だ。ちょっと待って、これもうマジ。まあ、ちなみにですね、読みは1問1点、書きは1問2点というね、回転が違うので、まあ、そこもね、ちょっと一瞬くといい。出た、赤棚じゃん。赤棚絶対書けないやつ。赤棚のトナカイ。わかんない、わかんない。とがめるとか書けるよ。まあ、比較的、書き取りに関しては知っている熟語が出ることが多いですね。本当だ。そうだよね、知ってる熟語じゃないと、ってなる。確かにね、範疇とか聞いたことあるけど、絶対書けないんだ。範疇、これ何？いや、知ってるさ、書ける漢字だけで構成されてるやつねえかな。確かにね、たまにある。月の下のものとかね、読み方わかんないけど、効果物みたいなやつね、うん、あ、効果物だわ。今何分ぐらい？今16分。絶対無理、絶対無理。残り16分ですよ。菅井さんは書き取りはやっぱり書いてるんですね。そう、でも画数が無駄に多いやつは書かなくてもいいんじゃねという気持ちになっているんですが、これ一文字でも区切ってるのか。ですね。一方、伊沢さんは上から復習って感じですね。はい、問題用紙をベースに解いている。そうですね、問題が解けないとどうしようもない。この毛のケルベロスみたいなやつだけ覚えよう。あー、わかる、薄毛ね。はい、福野さんは菅井さんと似たスタイルですかね。もう一回通ったところを何回も行ってる。なるほど。はい、残り1分です。やばいやばいやばい。平均ドバ。メニドバっぽいやつあるな。敵水はメギトバ。はい、残り10秒。やめろやめろ、やめてくれ。5、4、3、2、1、終了。やべえ。やばい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 な、ほんとにどうしたもんだ。はい、本当にやばいな。終わりこれ。早く早く解答用紙くれないと。早く、そう、漏れる漏れる、頭から漏れるから。お前のせいで今解答用紙漏れるから漏れるから、早く早く早く。はい、それではいきますか。オッケー、大丈夫ですか。オッケーオッケー、もう早くしてくれ。はい、よい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 スタート。はい、終了。あーデイズ長い。はい、それでは採点していきます。結果発表。やったー。採点してまいりました。ありがとう。はい、それでは菅井さんからテストを返却していきたいと思います。これは俺が一番点が高かったからだろうな。あんま関係ないだろ、多分。菅井さん、
お疲れ様です。点数は109点。おお、すごい。普通にすごくない？結構すごいですね。普通に結構取ったくない？160点、160点合格ですが、まあ確かに、まあ、我々やった身からしたらさ109点高いの知ってるけど単純に不合格じゃない55%の男ね俺一番自信あったのは、まあ、ケノケルベロスと、いけてるね、これケノケルベロスと、ね、あと同国の国ね。あったありますね。はい、ムクゲーっていう人、まあ、国ですね。ということで、お見事、109点獲得です。よし。はい、それでは続いて、伊沢さん、はい、紹介します。はい、こちら満点かな。お疲れ様です。満点かな。121点、かっこ正確に105点って書いてある。これ何？105点です。ファイトランが逆転。そんなことある？それはね、105点ですわ。105点ですね。はい、回答欄が間違ってなかったら121点。いや、めっちゃすごいじゃん。うわぁ、それだったので105点。うわぁ、これテスト力出たな。テスト力、これはテスト力出ましたね。いや、見直しにおいて一番大事なのが回答欄ってくる。ほんとだよ、これは、ね、一番大事。何の知識がなくてもできる点数を上げる方法。いやー、これはひどい。はい、ということで伊沢さん105点でした。はい、105点だけど、実力的には6割覚えてた。そうですね。なんだこれ。福原さんにお返しします。はい、はい、112点。おお、はい、すごい。じゃあ、まあこの中では1番。なるほど。おい、まあ、なお 56% の男。ほとんどみんな変わんない。ほんとね、マジで変わらない。いや、これね、人類の限界なんだな。そうでしたね。確かにね。これは限界がこの辺りだってことがよくわかりました、ね。結構皆さん違う勉強法を取ってたじゃん。うん、これは結構テスト形式でもう何度も同じのやったし、みんなはなんか見てたよね。そう、結構みんなが取れてる問題は全然違うんですよ。ですね。それでもね、点数は大体一緒ということで。確かにね。はい、福田さんね、船っていう感じ間違えてましたね。ひでえ！これ本当だ！ハリナの本当だ！うわぁ、ハリになったね。もったいねえ。もう俺、あれでも絶対戦勝を極めたと思ってたのに。まさかね、そう、ショーをめちゃくちゃ勉強してたからね。スインがハリになったね。やられた。あと俺ね、最後ギリギリ正解したのが、大義語、類義語ね、捨ててたの、うん、なんだけど、読みがあるじゃん、はい、効果物って、あ、言ったなと思って10個効果物書いてた。ひでぇ、どれ、マジだよ。結構ね、あの、大門ごとに捨てと拾いを分けたから。マジか。だから、これだって30中27のでしょ。僕も20点中18点だし、うん、なんか取れてるやつはめっちゃ取れてる。俺各コーナー最低4点は取れてますね。すごい。まんべんなく解いたという、ね、かなり、まあ、あの、回答の逆なんで0が2つあります。あと俺迷ったのがね、ムクゲよ、ムクゲ。ケノケルベロス。そう、はい、ケルベロスって言ってたじゃん、うん、最初、犬って書いてた。いや、ケノって言ったよ。いや、あのね、これ例文がムクゲの犬を飼っているなの、うん、だから犬っていう字がさ、見てるわけじゃん、この文章で、うん、で、まあ、ケルベロスって3頭の犬だよなと思って、うん、犬って書いて、あれ？広いわね。これだっけ。さすがに毛って言ったし、毛のケルベロスは一生、もうこれみんな絶対覚えたでしょ。以前にやった、うん、存在しない漢字の時にもさ、はい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 、毛のケルベロスみたいな感じになかった。あれ、ソリよ、そうですね。ケで、毛ばけばし。毛ばけばし。どうぞ。毛ばけば。正解です。何もうやばすぎんだけど。なんで普通に当ててくんだよ。はい、ということで結果としては合格はならずでしたが、まあ100点は取れるよ。うわー、いやー、中途半端だった。なんかちょっと嬉しいわ、でも。今日の一問はこちら。動画見てくれてありがとうございます。チャンネル登録、高評価もよろしくお願いします。概要欄に Twitter などもあるのでフォローしてください。それではまた次の動画も見てくださいね。はい、ということで今日はね、関係1級に30分でチャレンジしてきましたけどね、死にましたね。あと皆さん、くるぐるの回答欄は気をつけて。それが一番の教訓。本当に、はい、本当に良くないよ、マジで。俺16点失って、それで1位が3位になってる。だってもう俺は何も思い出せないと思ってからでも点数上がるからね。そうね、回答欄の確認っていうのは。何も確認してない。気をつけましょう。ということで、チャンネル登録、高評価もよろしくお願いします。通知もオンにしてね。